新井夏樹さん、お願いいたします。皆さん、今日はどちらまで？男役の花柳月です。今日はよろしくお願いします。本作のヒロイン、謎多き看護師、白川を演じた飯田里穂さん、お願いいたします。はい、白川役の飯田里穂です。今日は最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。いや、最初はなんで僕なんだろうっていうふうに率直に思ったんですけれども、まあ、いろいろこう、伏線があったりとか、小戸川の過去があったりとかっていうので、だんだんこう、設定をしていくうちに、自分の中でちょっと納得していった部分があったので、こう、最初いろいろこう、どう演じようって悩んではいたんですけれども、最終的には割と自分の中でこう、すっとこう、なんか腑に落ちた部分があったので、ずっとアフレコやってて楽しかったですね。ただ単純にこう物語も最初脚本いただいた時にどう終わるのかとかまだ分かんない状態でやってたので、本当一視聴者として、作品をこう終える楽しさがありました。きっと終盤に、あ、だから花江さんだったんだっていうふうに分かるようなところも実はありましたからね。そうですね、はい。思うんですが、花井さんいかがでしょう。はい、収録してる時はその伏線とかがいっぱいあって、でまあ毎週こうちょっと期間が空いて連続で撮ったりとかしてたので、なんかちょっと忘れちゃってる部分とかもあって、設定とかなんかその伏線を、はい、なんでこれ面白いのかどうかちょっとまだわからない部分があったんですよ。なんですけど、完成したものを見てみると、やっぱ絵のこの説明というか説得力と、あとお話の面白さがあって、なんかこう3日ぐらいに分けてみようかなと思ってたんですけど、なんか1日で全部見ちゃうぐらい、なんかそんなやっぱもう先がとにかく知りたいっていう面白さがありました。今日はありがとうございました。僕も小戸川演じることができて本当に嬉しかったです。物語もですね、すごくいい感じに終わって、これ以上映画で何をやるんだってちょっと思ったんですけど、その不安をこう払拭するようなすごく面白い内容になっておりますので、ぜひ楽しんでいただきたいですし、ぜひですね、エンドロールまで隅々までちょっとね見逃さないように、楽しんでいただきたいなっていうふうに思うのと、4月1日以降にはなってしまうんですが、本当の最後の最後にまた何かちょっと面白い仕掛けがあるらしいので、今日皆さんは残念ながらご覧になることはできないみたいなんですが、また4月1日以降も楽しみに見ていただければなっていうふうに思います。本当にありがとうございました。